はい、気になるとこシリーズで売り上げまた作れたそうですね。まあおめでとうございます。まあ何がおめでとうございますかというと、まあ新しくねタカさんのこのコミュニティに入られた方におめでとうございますというふうにお伝えさせてもらいます。まああのタカさんがねまたこれから試行錯誤しながらより多くの力をつけて、まあ工夫をしながら新しい熟成さんを迎えうる、その力量を広げていくのはこれ間違いないことだと思いますので、そのコミュニティっていうのはね参加してくださる人によって育てられるところもあります。まあ、確かにね生徒さんがずっと5人とかずっと10人だと、まあ、その中の世界になっちゃうんですけども、コンスタントに増え続けているとやっぱ一定の緊張感とね新しいニーズに応えなきゃいけないっていう風なこの義務感っていうのがコミュニティの運営者に出てくるわけなんですよ。でそういった意味も込みでコミュニティを運営してる人はね常に新しい風を取り入れるために、まあ、いわゆる集客っていうのをしていかなくてはならないっていうよりも集客が得意じゃないといけないんですよね。で集客は何をもってするかっていうとあの動画の更新だと思うんですよ。まあですんでね一個一個の動画が新しい人を迎え入れるものでありかつ今までの人にも一定の納得感を与えていかなくちゃいけないんですよね。それで集客にしても商品作りにしても販売にしても必ずそこにはね意図を持ってすることが大事になってくるんですよ。なんとなくやったからなんとなく誰かが引っかかったみたいな感覚でいる限りは偶然のビジネスになっちゃうんですよね。で偶然はビジネスではなくてギャンブルなんですよ。で全てはストーリーを作って戦略的にやっていくものなんですよね。あの私はちょっとねあのキャバクラっていうところに行くことが多かったんですけども、あの18歳19歳の女性はねやっぱ売れっ子の女の子はストーリーを作るのがすごく上手で、まず出会った時のストーリー、自分の背景、これからどういう風にしたいかっていうことをやっぱりね、こう顧客たる私たちに伝えてくれるんですよね。それによって誰を応援していくのに意義があるかっていうことを、まあ、お客さんは感じて指名を取ってその人に新しいボトルを入れ続けて応援したい気持ちになるわけなんですよね。でもやっぱりねその辺のストーリーの作り方が下手だったりとか自分の人生自慢、不幸自慢をしていく人ってのはまあこれはね一元で終わっちゃうんですよね。選ばれないんですよ。やってる方はやってるつもりなんですよ。でもそこには緻密なストーリー作りがあったりとか自分の目の前にお客さんにお客さんの反応に対して即時ストーリーを別のものに差し替えたり付与したり新しい登場人物を出したり時にはね不幸を演出してみたりみたいな、そういう風な物語の中でお客様を楽しませてくれるかどうかっていうところが売れるか売れないかの違いになってきます。実はこれっていうのはねあの漫画家と同じ要素が必要なんですよ。漫画家っていうのは、まあ、編集の協力があったり読者アンケートもあったりとかするんですけども、次にどんなストーリーをお客様読者さんが求めているかっていうこととどのようなその期待の裏切り方をすると意外性と別の展開に対する期待を持たせられるかってことを常に考えてるんですよね。だからこの作品には引力があるってあの荒木裕子さんも言われてましたけども、登場人物ってのは作者の意思に関係なく別々の方向に向かって動いていく、でそれに引っ張られるように小回りとかそれからストーリーが変更更新されていくそうなんですよ。でそういう風になっていくとねもうすでに作者は物を考えるっていうところがなくなってきて、ただ登場人物が演出したいキャラクター新しく求めている人物をどんどんそこに登場させたり、時にはそこに、まあ、死というものをね、織り込むことによって、新しいね展開をどん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 ね作っていくそうなんですよ。ですんでね接客業はまさに漫画家と同じ能力じゃないかなと思いますし、小説家と同じ能力、映画監督と同じ能力を持っているというふうに私も思うんですよ。でジャンルは違いますけども、この YouTube を使って何か情報発信をするってことはまさにこの企画力、演出力、そして自分が俳優であり脚本家であり演出家であり脇役であり主人公であるっていうね、この一人無限役をやる、まあそういった柔軟性が求められているんですよね。ただ動画を更新する作業をしているわけではないんですよ。そこは確実に作品作りをしているわけなんですよね。どの動画を撮っても学びがあり気づきがあり自分の考え方を改めるきっかけになったりとか励まされたり癒されたり、全ての要素を盛り込みながら一つ一つの動画、5分にしても10分にしても20分にしても1時間にしても、そこにはハリウッド映画並みのストーリーが欠かせないんじゃないかなと思うんですよね。そのストーリーに感動して次回作を期待する方が
まあ、ご入金いただくということになります。私もね、昔ね、続編ができないかなみたいに思ったそんな物語があるんですよ。それがね、織田裕二さんが出てくるお金がないっていう作品なんですけどね。まあでも残念ながらお金がないっていう作品の続編は作られませんでした。もしね、お金がないの続編を希望する方はクラウドファンディングで募金してください、お金を出してください、出資してくださいっていうような、そういうふうなムーブメントがあったら私はお金出してたと思うんですけどね。残念ながらもう織田裕二さんも年を取ってしまいまして、あの作品はもう作られないかなと思ってます。あ、ちなみに織田裕二さんって年齢を重ねていってどうもね、フレッシュ感もなくなるし、織田裕二らしさがなくなっちゃいましたね。逆に別の俳優さんで中村徹さんっていうのは、年を取れば取るほど演技が上手になって、年齢に応じた役割をものすごくね、出してくるいい役者さんになりましたよね。まあ、私がね、そんな役者論を評価して申し訳ないんですけども、あとね、木村拓哉さんもね、俳優としてこれからもっともっと重要な役をやっていくんじゃないかなと思っちゃいますね。まあだからね、いつも思うんですけども、普通の人が10年がかりとか20年がかり、じゃあ30年がかり、場合によってはね、普通の人がこういった年月をかけて普通じゃない人になっていく、そのプロセスがまさにストーリーだと思いますね。いやー、映画って本当に面白いもんですね。それじゃあ次回の気になる男シリーズでお会いしましょう。まあ本当この度はね、お疲れ様でございました。もっともっとね、今度プロモーションが始まったら入塾される方増えるんじゃないですか。そして増えるように動画作りやっていかないといけないですね。もう間に合わせで作っちゃったりとかね、しょうがないからやるとかね、もうなんかギリギリバタバタでやるみたいなことでちょっとね、なかなか難しいところがありますんで、でも余裕を持ってお迎えする、余裕を持ってまさにビジネス2手先3手先を考えてやるものだというのはね、あの例のシャーズナブルの言葉でございます。大事な言葉がいっぱい映画には詰まってますね。じゃあ以上です。お疲れ様です。